ちは。はじめまして。はじめまして。皆さんこんにちは。ベトナム人のクイです。よろしくお願いします。よろしく。ここ銀座なんだけど、銀座ってよく来る？はい、それともあんまり来ない？あまり行かないですね。牛鍋っていう、まあお肉を食べるんだけど、はい、肉好き？大好きです。よかった。はい、この近くのレストランなんで、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい。三越っていうデパート、結構有名なデパート。ああ、そうですか。そう。で、もうこの辺はもう完全にブランド、はい、ショップが多くて、すごい。あんまり俺も来ない。あんまり。すごい。これ初めて見ました。最近ね、店行くとこういうの出してくれる。梅沢家焼肉ランチ2個ください。はい。生ビールグラスで。生ビールで。はい。生ビールかなと思ったんです。そうちょっと間違えたわ。まあでもここもいいと思う。はい、なんか高級っぽい、うん、今は何？学生？今大学生です。大学生、はい、日本はどう？楽しい？めっちゃ楽しい。大変なこともあると思いますが、まあ楽しいです。日本好きなので、はいはい、日本に来る前にベトナムの大学に入って、はいはい、その時日本語の勉強してたんですけど、なんか日本語を勉強したら将来日本の会社で働けるかなと思って。ああ、なるほどね。とりあえず乾杯しますか。はい、バイ。まあでも嬉しいよ、日本人としては日本が好きで来てくれて、はい、でこれからも住んでみたいみたいな。まあでも日本語もうまいし、普通に日本の企業でさ働けるよね。結構 YouTube もやってるよね。そうですね、始まったばかりです。1ヶ月かな。あ、2ヶ月しか来ない、はい、まだ。自分も日本が好きなので、これからさ、ことを探して、うん、動画やっていこうと思います。じゃあ登録して。皆さんぜひ登録してください。クイチャンネルです。概要欄に貼っておきますんで。ありがとうございます。ベトナムのこととかもいろいろ聞きたいわ、今回。はい、ぜひ。あんまり知らないからさ。あ、ベトナム行ったことがありますか？まあ、ない。ないんです。タイはあるんだけど、はい、すごいさ、ご飯とかも美味しいっていうイメージ。フォーとかさ、もあるし、はい、スプリングロールってさ、あれもベトナム？春巻き。春巻き、そうです。え、超綺麗だね。あ、すごい。すごい。山形県っていう、なんか東北で上の方の地方の、はい、そこの和牛肉。はい。これ、カルビ、ロース。これがカルビかな。多分、カルビロース。お米も山形さんらしくて。あ、食べますか。これは何ですか？ごぼう。あ、ごぼう。うん、かぼちゃ。かぼちゃ、枝豆。枝豆じゃないです。枝豆じゃない。これ居酒屋じゃないから。これは？これは味噌汁。うん、ちなみになんか日本の味噌汁すごく美味しい。ああ。味噌汁もいろんな種類あって、これはなんか赤だしの味噌汁っていう、ちょっと赤味噌、はい、濃い感じの、ね。これね、なんか跳ねちゃうから。あ、はい。ありがとうございます。あ、ごまもついてる。ごまもついてる。はい。カリって言ったら、うん、美味しい。なんか、うん、よくゴボチップの方が食べるんですか？こういう感じ初めて。うん、美味しい。かぼちゃ、はい。うん、めっちゃ美味しい。なんかこれも初めて。こんな感じ、なんか漬物みたいですね。俺もあんまり食べたことない、こういうのは。そうですか。美味しい。なんか唐辛子も入ってるんですけど、うん、あまり辛くないですか？感じない。うん、これは枝豆じゃない。それね、エンドウ豆。辛も食べる。辛って、これ枝豆じゃないから食べる。ベトナム料理でさ、辛いのってある？辛いです。あ、ベトナム料理辛いんだっけ。え、ちなみになんて料理？
なんか急に聞かれて。あ、すいません。東南の料理で。あ、別に辛くなくてもいいや。おすすめの料理とかある？おすすめ料理は、うん、まあ、やっぱりフォーとかバインミー。バインミーってなんかサンドイッチ、ベトナム風のサンドイッチみたいな。これね。そうそう、それめっちゃ美味しいです。パクチー。はい。緑の。パクチー食べれますか？パクチー大好き。あー、よかった。あの、まあ、パクチー食べれない日本人も結構いる、うん、ですね。でもさ、パクチーはやっぱりベトナム人みんな食べる。ほぼそうです。あ、やっぱり赤味噌か。うん、めっちゃ美味しい。すごい。あ、美味しいね。バランス取れる。バランスいい、うん、はい、すごい。じゃあちょっと焼いていきますか。はい、これはロース、うん、はい、入れますか？入れます。いける、これで。いける、いける。で、なんかこれがソースだって。で、最初はロース。めっちゃいい匂いです。うん、めっちゃ美味しい。うん、甘みが出てくる。肉めっちゃ柔らかいし。柔らかいんや。俺も思った以上に柔らかくてびっくりした。美味しい。そっちはカルビ。はい。うん、めっちゃ柔らかい。美味しい。ね、これのご飯と一緒に食べるといいんですよ。はい、なんか溶けてるみたいな。食べたら。あ、これうまいね。山形のライス、うん、なんか日本のライスってめっちゃ白くて美味しいですよ。あ、新鮮。新鮮ね。新鮮。どっちが良かった？カルビとロース。まあ、どっちでもすごく美味しかったですね、うん。幸せ、めっちゃ美味しい。すごい。なんかここちょっとタレついてるから、なんかまたソースつけてちょっと味濃かったんですけど、うん、ご飯と一緒に食べたらめっちゃバランス。あ、あ、すごいね。なんか食レポうまいね。なんかライスと一緒に食べたら最高だと思います。確かに。ベトナムに行ってみたいんだけどね。ぜひ行ってください。だけど今はまだ行けない。あ、今は行けないけど、ちょっと落ち着いてきたら、はい、もし行ったらおすすめは、うん、あ、おすすめ教えてよ。ダナンです。ベトナムのダナン。あ、聞いたことはある。あ、そうですか。まあ、リゾート地です。リゾート地でね、はい、はいはい。ダナン。え、クイちゃんはどこの出身なの？ダナンです。あ、ダナンだ。地元の地元をおすすめしてくれたんだね。首都はハノイ。そう、うん、ハノイは北の方で、あ、はいはい、あの南の方はサイゴン、まあ、いわゆる他の名前はホーチミンっていう。あ、ホーチミンね、はいはい、はい。まあ、ちなみになんか日本に来て印象を受けたのは綺麗っていう言葉ですね。まあ、日本の空気がめっちゃ綺麗で、衛生的に、はいはいはい、めっちゃ綺麗です。あ、これは結構いろんな外国人が言うね、はい。なんか俺とかが行ったらちょっとお腹痛くなっちゃったりするから。けどなんか毎回、まあ、あのしばらく日本に住んでいるじゃないですか。うん、でベトナムに帰って、まあ、いつもなんか薬とか飲まないとお腹が痛くなる。あ、そうなんだ。そういう感じ。そうだよ、もう4年いるからちょっと体がさ。日本に慣れちゃったみたいな。ちょっと慣れてしまって。めっちゃ美味しい。私普段ご飯あまり食べないんですよ。
あ、そうなの、はい、ご飯、ライスですね、はい、そうそう、ライス、まあ、今日、ちょっと久しぶりに。あ、そうなんだ。なんかダイエットとかじゃなくて、まあ、そうですね、まあ、ダイエットのためでもなんか見たら、あまり食べたくないなって思うんですよ、うん、なんかこれ、美味しくてたまらないほどが最後まで見てくれてどうもありがとうございます、まあ、私も自分のチャンネル持ってますのでぜひ動画見てください。ありがとうございます。